だから果たし合いの場に上がる原動力っていうのはやっぱりその戦いに対しての、ね、モチベーションがやっぱりあったっていうことですよね。そうですね、まあ、ただね、まだその当時で30歳ちょっと、うん、多分油乗ってる時期だと思うんですけど、うんうん、僕と佐久の違いっていうのは、うん、僕はまあ桜庭よりちょっと3年か4年ぐらい先輩で、うん、でリングスでメインを張ってた時期があるんですよ、はいはいはい、でそこはあまり一般の人にはプライドのファンの人には伝わってないでしょうけど、うん、僕はリングスっていう団体で桜庭より先にメインをずっと張ってて、まあ ここの部分は知る人ぞ知る部分ではあるんですけど、うん、まあ結構ハードな戦いの中頑張って、はいはい、でリングスを退団した理由はその、うん、まあ一部もあるんですけど、やっぱちょっとその時指も骨折してて、うん、それでも試合出なきゃいけない、グスタゴシム戦ね、最後ですね、はい、はい、でリングスを1回もう退団することになる、うん、その退団理由はやっぱりもう精神的にも、うん、もう続かないこと、いや今ねあのラインナップ見ても、うん、すごい連中とやってますよ、しかも短期間でね、そうですよね、うん、はい、そのヘンズグレイシー戦から始まりね、パッド・ミレティッチとはやるわ、グスタボ・シムとはやるわ、レナート・バファレとはやるわ、うん、すごい数やってるじゃないですか。そうなんです、うん、だからまあそれは知る人ぞ知る状況なんで、うん、僕は一回そこでメインとしての仕事の精神的にはもうプチッと切る、うん、もう障害者です、うん、これいいのかな、うん、まあ精神的な障害者になっちゃうんですよね、うん、そのメインを務めなきゃいけないっていうか、うん、クソ真面目なんで、うんうん、だからまあ一回ちょっと打ち切る形でリングスを契約をやめたんです。で桜庭はまあちょっと僕に遅れてそのメイン、うん、プライドのメインを張ってた、はい、でずっとこうまあ選手というのは寿命も消耗するわけじゃないですか、うん、で精神的にも追い込まれるわけで、だから桜庭の気持ちは僕はすごくよくわかりますよ、うんうんうん、あの何言ってんだって言うかもしれませんけど、うんうんうん、向こうにしてみたら、まあ言うでしょうね分かってたまるかという話になるでしょうね。だけどねやっぱ分母が違うんで、うん、僕はリングスのコアなファン、うん、プロレスファンの相手なん で、はい、でプライドになるともう一般を巻き込むわけじゃないですか、うんですね、はい、知名度にしても、はい、だからまあ比べもならないぐらい追い込まれてたのはあったと思います。いやサクちゃんのあのね精神的な疲弊はすごかったと思いますよ、うんうんうん、そうですよね、うん、でこれなんでこんなになったんだっけな、うん、だからまあ、ちょっと締めるとしたら、うん、タムちゃんがプライドに初参戦して、うん、バンダレ戦を終えた後に、はい、プライドに来てよかったと思ったのか、うん、それとも、うん、この先どうしようかなと思ったのか、それはどっちなんですか。あ、うん、ごめんなさい、ちょっとその前にさっきの続きで、はい、うん、だから、思い出したんですけど、うん、その続きをね、はい、僕が30代前半っていうのは、うんうん、まだ全然記憶の体力がないんですよ、はいはいはい、だけどリングスでは一回気持ちがちょっと連戦連戦途切れちゃったんで、うん、で1年間充電期間を経て、うん、そこから僕は試合プライド対プライドに対してはこう自分が選ぶ、うん、ここその桜庭のように言ったら変ですけど、うん、僕がリングスで戦った連戦連戦というのはもう僕はもうできないです。なるほど、逆に言うともう選べなかったわけですもんね。そうです、エースとしてもずっと務めなければならない、はい、リングスの場合はそうです、うん、だから桜庭がその状況になってる、うん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 、しかも分母の大きいプライドっていう舞台の中で、はい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 、だけど僕は、まあ、リングスでの経験があるんで、うん、その毎回毎回試合はもう無理なんで、うん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 、だからその点ではすごく助かりました。助かったっていういいのかな、そこの部分は逆に言うとサクちゃんに任せながら、任せながらっていうのも変ですけど、まあ桜庭しかいないですからね、うん、自分で担わずに済んで、うんうんうん、でプライドに、上がりたい時にだけ上がるというスタンスでいられたっていうことですか。はい、上がり、うん、まあ、上がりたい時に上がるっていうのは言い方変ですけど、うん、まあ1試合1試合の契約でいいかなと、あの複数のがやっぱそれは固定、心配いらないですよ、金銭的には、うんうんうん、でもその時僕が
だからなんていうまたこれ きれいな例えすると、誰だメジャーリーグのピッチャー工藤田さん、はい、広島の、はい、あの人は大リーグで複数年契約を結ばないので単年契約やるんです。だからそんな心境ですね、うん、だ単発で契約して、うん、それでダメだったらもう切られるっていう状況の気持ちで僕やったんで、うんうん、じゃあもうやっぱ1プレイヤーとしてプライドに取り組んでいたっていうことですよね、はい、こう余計なことを考えずに、はい、プライドっていう場所をどう盛り上げるかとか、まあ少しはもちろんあったでしょうけれども、ああでもあんまり考えてなかったかもしれないですね、うん、だそこはもうプライドイコールやっぱ高田道場のパイプもあり、うん、桜庭っていうのが認識されてるので、うん、だ僕はあんまりそこはあプライドはプライドで勝手にやっててください的なスタンスだったと思う、うんうんうん、ただ結構その時プライド陣営でも、うん、活字としてあんまりよろしくない表現もしてたと思いますね。なるほど。で何でしたっけ、さっき質問僕が話をしちゃったんです。だからバンダレー戦終わってプライドに上がってよかったと思ったのか、それともまあ結果的に敗れてしまったので、じゃあこの先どうしようと思ったのか、うん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 、何を思いました、バンダレー戦終わった後。ああ終わった後はやっぱりこれはでも初めて言うかもしれませんけど、いいですね、その初めて言うっていうのがいいと思いますよ。もう初めて言うことだらけにしてください選手としてシウバに負けたことは僕ずっとしまってあるんです心の中で、もういつかはっていう気持ちをずっと持ってて、だから一回どっかシウバと会った時も僕はすごく嫌で距離を上げる、でだからもうずっと気持ちをもうどっかにしまって、いつかはやってる、いつかはやってるって気持ちをずっと持ってますよ。だからまあ続けられたかもしれませんし、なるほど、うん、それはね、もうシーはね、あんな負け方してもう悔しいっていうのはもうどっかに持ってましたね。なるほど、うん、素敵それは素敵、やっぱそれがないと、はい、戦えないですよね、うん、戦えないですね、うん、だけ ど、ね、シウバと、打ち解けたっていうのは、うん、グラップリングマッチ、はい、ライジンでね、うん、やりましたね。あの時にシウバと通訳の人もいて、うん、いろいろ話すことができたんですよ。でやっぱシウバはシウバで、うん、単身ブラジルでしたっけ、ブラジルから日本のもう右もわかん、うん、右も左もわかんないリングでずっと連戦して勝ち残るわけじゃないですか。そうですね、うんうん、だから彼は彼なりにハングリー精神は持って、うん、だってバンダレーだって日本に来てプライドに上がった時は無名選手ですからね、うん、無名選手ですね、うん、だそこから自分の力で勝ち上がったわけじゃないですか、うん、だけど彼は彼でやっぱりそういう自分を背負ってなきゃ、うん、あそこまで活躍できるわけじゃないんで、うんうん、だそういうので結構あのグラップリングマッチの時は通訳さん通じてこういろいろ話して、うん、あれグラップリングは、タムちゃんがバンダレーと組んだんでしたっけ、あれ、そうですね、そうですよね、はい、で桜はところですよね、ところ、はい、だからバンダレーがシューバーが UR キャンプに来たんです、うん、で UR キャンプに来て一応合同練習的な感じで、うん、その時にもいろいろちょっと話したり、うん、で同じ試合当日も同じ控え室だったんで、うん、だその時には結構まあ打ち解けてましたね。でもそれまではやっぱもうこの2002年の2月、うん、あんやろこんやろって気持ちはありました。おお、それはいい話ですね、うん、でここで締めましょうか、もうそれは素敵な話です、ね、お金のことだけじゃないんだな、考えてるのちょっとそれ余計ですよ、余計です。いや、ファイターとしての炎がやっぱりあるというのがね、うん、分かると嬉しいものですよ。はい、燃える闘魂ですよ、うん、素晴らしい、はい、ナイスですね、ナイスですね。